はい、こんにちは、てっちゃんのてっちゃんのジャーナリスト、いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、北青鵬、マーケ親方、あと高戸岩たちが、通っていた、鳥取の J 高校、この高校についてお話をしたいと思います。これね、高藤力さんがね、また今後この学校についてのね、ことを特集で YouTube をアップするようなことを言ってましたが、過去のね、この高校のね、ちょっと怪しいところっていうか事実としてね、この高藤力さんが言ってた内容をね、ちょっと一部抜粋してお話をしようと思ってます。でね、これ一概に言えない。実は僕が出た高校もね、県下でね、一番強いと言われてる高校なんですよ。それで、僕自身も、幼稚園、小学校が、僕の町っていうのは、幼稚園、小学校、中学、高校と全部土俵があるんですよ。で、土俵があって、体育の授業でね、相撲があります。で、小学校の時からまわしの締め方とかね、あと、自分の住んでた町の、要は、お祭りみたいな時にね、力士さんが何人も来て、丸々町の場所っていうことでね、ずっと今も続いてます。で、実際にね、僕の高校の7つ下かな、7つ下にね、今現役の親方が、部屋持ち親方としてね、現役の親方が、相撲界にいます。で、僕もね、昔ね、まだ、彼が、小娘まで行ったのかな、講演会入ってました。月1万5000だったかな。で、ちなみに、僕の一つ下の後輩は、この、県のね、相撲協会の理事長をやってます。非常にね、相撲に縁がある、町で育ち、そして、相撲をね、もう、小学校の時は嫌でしたけどね、こうパンツ脱いでね、回ししてね、痩せた体にね、で、それをね、ずっとやってて、非常に相撲っていうのにね、をね、身近に感じてたんですよ。それで、僕の高校は、そのね、大体もうインターハイとかは、県大会はもう、50年ぐらい連続で優勝してるんですかね、個人も団体も。で、大体ね、ある大学に、そのまま行くか、あるいは警察官とかね、そういったものになるかって、まあそういう流れなんですよ、大体。だから、相撲部屋に直接高校から入るっていうのは、今まであんまり僕の記憶ではないんですけど、大体ね、ある大学にルートがあって、そこに行って、で、そこから、相撲部屋に入るか入らないかみたいなとこがあります。まあ、余談はさておいて、でね、僕の高校にはそんなありませんでしたけど、この鳥取の高校のね、まあ監督というか校長というかね、この人がね、昔、まあ、大相撲の中には、まあ、過去ね、ギャンブルをしていて、結局、協会をクビになった親方連中何人もいますよね。で、そういった人たちとね、昔以前は一緒になって、ギャンブルやってたということがね、もう証言として出てます。つまり、この証言が事実とするならばね、だから、宮城野部屋の間垣親方のお父さんあたりは、まあ、引退というか、相撲界を去った人たちと、まあ、ギャンブルをしていたという過去がばらされてます。すでにね。でね、じゃあ実際に教師たるもの、高校教師がそういうギャンブルをするのか、しないのかって言った時に、普通はね、普通のね、教師だとお金はありません。だから、ギャンブルに走ることってあんまりないんですよ。忙しかったりお金がなかった。まあ、一番はお金がないっていうことなんでしょうけど、ただね、こういう特殊な、まあ、相撲が強くて。でね、例えば、ギャンブルはギャンブルであったと。でね、もし、
弟子を一人回してほしかったら1000万持ってこいということを言われたということも暴露してるんですよ。だから今相場もわからないし、人によって違うかもしれないでしょうけど、自分のとこからあなたのところの部屋に一人入れるのに1000万持ってこいということは、それは学校に入るお金ではなくて、その監督に入るお金なのかなという気がしました。その1000万持ってこいって持って行って誰にこう配分されるのか分かりません。ただこれはね、十分あり得ると思います。で、白鵬が、宮城の親方がお金の力で弟子をバンバン入れるっていう意味合いはこういうことなんだと思うんですよ。で、この間亡くなりましたけど、日本大学の田中元理事長で、この方もね、相撲部の総監督して、で、まあ、いろんなね、噂があった人ですけども、亡くなりましたんで、亡くなった人のことは、まあ、今更言いませんが、すごく、なんていうかな、歴史が長いスポーツだけに、そういう、まあ、谷町っていうのもありますしね、その、強い人間を、いい素材を、ただでね、この親方に、この部屋にっていうことはおそらくないんでしょう。で、これは、悪しき習慣の一つだと思います。悪しき習慣というか、その人たち、相撲に関わる人から言ったら、まあ、例えば、プロ野球でも契約金があって、ドラフトがあってね、契約金があって、ドラフトがあって、契約金があって、年俸があってって。だから、結局ね、うちに来てもらうんだったら契約金なんぼですよっていう、あるわけでしょ、プロスポーツは。で、相撲もプロスポーツなので、きちっとね、表に見える形でのお金のことをやればいいと思うんですよ。だからこっそりあそこからあの人に何歩か渡ってんじゃないかなんじゃなくて、部屋に一人入れたら何歩って契約何歩で入りましたみたいなね。で、そういう、まあ、プロ野球と同じようなね、やり方をすればね、別にルールはルールなんだということになるんじゃないかなと思うんですけどね。で、いずれね、この高取さんもね、この高校のことについてね、あるいは、まあ、おそらくこのね、野球賭博であるとかね、あと、その、弟子を一人もらうためにいくらとか、そういった話をね、詳しく、まあ、動画を上げることあると思うんですよ。でも、ただね、過去に、数年前にも高取さん言ってるんですよ。具体的に高校の名前と、その相手の名前と、金額と、言ってるんですよ。だから過去のことは、これ高取さんを信じるかどうかって、当時はね、いろいろあったんですけど、今ね、この、白鵬さんのこの事件でね、結局、こういうものが、出てくるとね、あ、やっぱり、あったんだ、っていうふうにね、思いますね。だから政治もお金がかかる、相撲もお金かかる。で、そのくせね、相撲協会って赤字なんですよ。何十億って毎年で、相撲協会毎年何十億赤字なのに、その個人的な親方がお金をいっぱい持ってるとかね、あるいは、力士を輩出する高校の監督がお金をいっぱい持ってるとかね、ちょっとね、いびつなね、感覚ですよね。それをやってる相撲協会がすごくね、儲かってるっていうんだったらいいんでしょうけど、ちょっとね、やり方がね、なんで黒字にならないんだろうっていうのがね、僕ちょっと財政のことで不思議だなと思いますけどね。まあ、とにかくね、有名な高校から、あるいは大学から、部屋に入れる場合は大きなお金が動いているということは、高取さん暴露してましたが、おそらくこれは本当だと私は思います。それと、賭博ね、これについては証拠はありませんが、一緒に賭博をやってた、やめた人がね、あの人と一緒にやってたというならば、まあ、やってたというのがあれなのかなと。そうすると北青鵬が持ってる弱み、
親方の弱みとか高校の弱みとかいろいろあると思うんですけど、それは賭博関係なのかお金関係なのか、まあ、いずれにしてもね、ちょっとね、不透明なお金の動きがある世界だなというのは実感しました。